皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、ロジシムエボリューションの続き、シミュレーション編です。前回公開のロジシムエボリューション基本操作編の続きです。基本操作編は、概要欄にリンクがあります。ロジシムエボリューションを初めて知った方は、ぜひ、そちらを先にご覧ください。さて、今回のシミュレーション編では、テストベクターによる組み合わせ回路の検証や、クロノグラムによる波形の観察を試します。また、作成した検証対象の回路とは別に、試験のための回路、すなわちテストベンチを作成して、順序回路を含むある程度複雑な論理回路の検証を行います。では、始めましょう。シミュレーションに入る前に、前回説明しなかった操作や機能について補足しておきます。ゲートも入力オフ論理にできます。シンボルの大きさを変えられます。入力数を変えられます。右クリックで出る回転は、やはり謎の挙動をします。向きは、出力の向きの東西南北で設定できるので、そちらを使えば OK です。ダビット化できます。今、表示は1個ですが、8個分重なっています。黄色メッセージは、本数が合わないよと言っています。スプリッターもビット幅も8本にします。1本ずつに分けるには、ファンアウトも8にします。スプリッターの曲がる方向は、右利き向き左利き向きで指定します。枝の向きは東西南北で指定します。入出力端子も複数ビット重ねて表記できます。一番右が下位ビットです。クリックしたビットだけ値が変わります。トンネルで回路図上離れた配線同士をつなぐことができます。同じ名前同士が複数箇所でつながっています。クロックやリセットなどで多用されます。プログラミングにおけるサブルーチンや関数のように、回路はブロックごとにサブサーキットにして階層化します。プロジェクトの回路の追加。アルファベットで始まり、小文字、大文字、数字、アンダースコアだけが使用できます。メインの他に、マイデコーダーというサブサーキットができました。サブサーキットのキャンバスを開きました。4216デコーダーを作ってみます。
4ビットの2進数入力で16本の出力のうち選択された1本だけを1にするデコーダーです。大きなものはメモリのアドレスデコーダーなどに使用されます。できました。メインを開きます。今作ったサブサーキットを配置します。端子をつけて動かしてみます。OK のようです。後でテストベクターで全組み合わせを検証します。テストベクターでこの難度の動作を確かめます。難度の心理指標はこの通り。A、B の全組み合わせに対して X が期待値通り出るか試験します。心理指標の通りテキストファイルを書いて読み込ませます。シミュレートのテストベクターを開きます。ベクターをロードします。開くと、すでに1回テストが行われています。出力ピンの期待値と結果が一致すれば、パスと表示されます。試しにノアで同じテストベクターを試すと、失敗と表示されます。X の赤い部分が期待値と一致しなかった結果です。結果はそうとされて、失敗した行が上にまとめられて表示されます。これはちょっと困る。ロジシムエボリューションのテストベクターは心理指標のようなもので、一行ずつ実行されるわけではないようです。つまり、組み合わせ回路しか試験できないようです。階層化設計のところで作ったデコーダーをテストしてみます。ピンをまとめてスッキリさせました。メインに配置してピンをつなぎます。できました。テストベクターを書きました。流してみます。あれ?失敗しています。S の上位ビット、下位ビットが逆でした。直します。すでにパスしていますが、もう一度実行。OK でした。パスの場合はそうとされず、そのまま表示されます。わざと間違えた配線にしてみます。
アドレスの例番を定数の1で縮退させます。A の再開ビットが0にならないので、その時失敗となります。クロックを自動化できます。配線のクロックを接続します。クロックという名前にします。シミュレートでキックの有効化をクリック。キックとはカチカチという音の擬音語らしいです。ここでは最小の時間刻みのことです。キックの周波数で見やすい速さにできます。キックを 1Hz にしました。今、2キックが1クロックになっています。定員だけ手動で入れてやれば波形が見えるようになりました。クロックをもう一つ置いて、シスクロックという名前にします。シスクロックには何も繋がず置いておくだけです。クロックのハイデュレーションを例えば4キックにします。ローデュレーションも同様。これでクロックは4キックの間1、4キックの間0となります。キックの周波数を 4Hz にします。クロックは1秒間1、1秒間0となりました。シスクロックについては1キックのままとします。オシロスコープだとわざわざ変えても変わりませんが、ここで、クロノグラムで波形を見てみます。シュミレートのクロノグラムを開きます。クロックソースをシスクロックにします。クロックとモードでクロノグラムが開きました。オプションズのアット・オア・リムーブ・シグナルズを開きます。削除と追加で表示したいデータを選びます。表示したい順に追加します。クロノグラムのタブをクリック。キックの有効化。実行と一時停止。ステップ。クロックを流しながら、マニュアルでデータを入れます。1キック刻みで波形が表示されていきます。マニュアル入力は1キック刻みで入力できるので、クロックより細かいタイミングで変えられます。クロックの立ち上がりで定員の1の取り込み。クロックの立ち上がりで定員の0の取り込み。クロック立ち上がり以外では、定員がバタついても出力は保持されます。そのために DFF があるのですから当然です。
1キックずつ送って、定員を入れることもできます。ここでは正常に動いていますが、何か操作を間違えたのか、クロノグラムは時々妙な挙動をして悩まされました。ロギングモードには他のモードもありますが、まだよくわからないので割愛します。マニュアルにも説明が見当たらず、よくわかりませんでした。先に述べた通り、ロジシムエボリューションのテストベクターは、順序回路の試験ができないようです。ベリログのシミュレーターなどでは、テストベンチにテストベクターファイルを読み込ませて検証できたと記憶していますが、ロジシムエボリューションでも、ロムを利用すれば、同様のことができそうです。ロムにはテキストファイルでデータを書き込むことができるので、テストベクターをロムに書き込んでおき、カウンタでアドレスをインクリメントすれば、テストベクターを1クロックずつ送り込めそうです。そこで、前回動画で作ったシリアル入力7セグメント LED をテストするテストベンチを作りました。ロムにテストベクターを書き込んでおき、非同期ダウンカウンタでロムにアドレスを送り込みます。ダウンカウンタでアドレスを送っているので、これで5と表示するテストベクターとなっています。DPGFADCBA の順でシリアルにデータを送り出します。ここでは LED の表示を見ているだけですが、一般的な回路では、期待値もテストベクターで送り出して結果と照合して検証しなければいけません。今回は、そこまで行っていません。以上、ロジシムエボリューションをインストールして10日間使ってみたレポートでした。敷居が高くなく、すぐ使えるようになる便利なツールだと思います。いかがだったでしょうか？